ようございます。今日ですね、この三笠さんのボールを手に入れたんですけど、これなんと第101回全国高校サッカー選手権の公式球です。今日はこれを使って、まあ、どんなボールなのかなっていうフィーリングを確かめながら、あの今日タムショウくん来てくれてるんで、あのシュート練習をゆるくレビューですね。このボールはどんなものかというレビュー&練習で、そうそうです。もうゆるい感じでやっていきます。行きましょう。板倉選手サイン入りだ。まあね、あの似てるって確かにずっと言われてて、先日ねちょっとお会いする機会がありまして、その話したんですよ。そしたら、まあ、こうくんも知っててくれてユニフォームをまさかあげますよって言ってサイン入りでねっていう話をしたんですよ。くれるって言って、よしもちろんサインもお願いしますって言ったら、ああもちろんもちろんって言って、その場は解散したんですよ。あの場だけだったのかなって思ってたんですけど、次の日っすよ、いただきました。いや、すごい。しかもちゃんとサインもしてくれて、めっちゃかっこいいわ。これ本人にもらったんですよ。もうちょっと、似てるけど、俺あんま思ったことなかった。この角度めっちゃ似てる。ちょっと来て、めっちゃ似てるんだけど。今日寄せてきた。この角度板倉選手見えない。見える。お前もさ、ちょんてつさんに似てるって一時期言われてた。言われた。俺の方がバッチリ二重だけどな、テテさんより。テテさんあの顔もてでめちゃくちゃ優しいから。だってお前あれやったで、あの合宿した時、髪型一緒やったから。軽く感じる。なんか軽ない、跳ねる気がする。なんかアルリフラの方が重い感じ。うん、アルリフラの方が重い。これ無回転ブレそうな気がする。これブレるな。いや、確かになんか重く感じる、こっちの方が。行こう、やっぱり。フォー。違うよ、フォーク違い。左足で蹴ったら、あのポストの打撲がまだ。めっちゃ曲がりやすい。あ、バリだった今。あ、ほんまや。軽いね。今ちなみに3割ぐらいで蹴りました。今のね。はい。審判に出したらボール見えへんじゃん。武将くんが上手すぎるよ。確かに。ほんまに。ああいうの肘持ってかれるよ。ラホセ大学のキーパー。プロになりますよ。プロになりましたよね。なった、ジェフ入った。初めてらしいです。多分何年目ですか。2年目。2年目でもうプロ輩出しちゃった。すげえ。右足。うまい。おーい。まあ日本代表ならこれぐらい決めれるでしょ。キムコー、ナイス。キムコー、キムコーってお前混ぜんな。うわっ、開けない、入ってた。うわっ、でも軽い、軽い。カーブとかどうなの。カーブ曲がりやすい、めっちゃ。このボールも、このボールも今白いけど、向こう行っていけそうじゃない。お前の得意な。あ、まあちょっとアップがね。でも、ちょっと軽い分、なんか今の距離だとちょっと勢い落ちてる気がする。おー、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 おー。軽いから、今ちょっと力を入れてみた。おー、やらしい。同じ1点だ、ぴょん。壁何枚ぐらいなんだ。うわうん、俺はミカサって見てたけど。待ってた。でも向かいって蹴りやすいのかもしれないね。でもやっぱなんか軽い分あんま威力がない気がする。うわっ、うわっ、うわっ。ミカサだったわ。止まってたな。今ミカサだった。向かいって言って武器だな。うわ、おお、
回転のブレるやつ。縦回転ブレるの？ブレ縦回転。ね。だいぶ当たってきた。当たってきた。オッケー。弾丸行ったれ。縦回転でしょ。あ、キャッチ。当たってる。ねえ。蹴り方マスターするんや。いやらしいバウンド。うわぁ、軽い。やっぱ全然違うよね。なんか軽い。リアル持った感じどうなの？軽い。アルリフラン跳ねますね。どうですか？気持ち跳ねる。私せーの、お前も気持ち跳ねる。アルリフラの方がじゃあ反発性はあるのかな、やっぱ重い分。うわぁ、そうやね、外は柔らかいです。そうだね、そうだね、外の皮質が。こっちのボールは冬の足寒い時に優しそう、優しそう。クッションじゃあるからね。こキーンってなるタイプ。選手権にはちょうどいいやつ。アルリフラの方が重かった。いや、軽さは多分こっちの軽いです。でも反発はやっぱ重い分落ちた時にちょっとだけ誤差ですけど。うわ、ハイヤー取れる。うわ、ハイヤー取れる。ナイスキル。うまい。うわ、めっちゃ嫌な感じやな、今。ナイス。スーパーゴールもこぼれ球も同じ1点だぴょんってことですよ。だぴょん。どうしようもない。どうしようもない。何だって思った。うわ、うまいな。右足うまいな。右足にはうまいな。まあでも、出らないですからね。まあ、マジだぴょん。はい。バン。うわぁ、うわぁ、あれ止めるか。ドン、ドン、ドン、ドン。すごいリズムがいい。うわぁ、うわぁ、無理がいた。なんだこれ、ナイス止めるな。あり、あり、もう行くよ。おい、大丈夫か。大丈夫か、今のこぎ方。恋にこげたんじゃなくて、事故っすよ。入るな。これは取れんわ。はいや。ドア。はいや。ドア。ドア。ドア。いや、それは。ドア。いや。それはスーパーシュートや。今入ったな、絶対。じゃあ最後、ボーラ抜いて俺とシゲどっちが先2点取るか。アークソト、アークソト、こぼれあり。まあ田中碧 VS 板倉コーデ、どっちが勝つか。キーパーの問題。やばい、フルメン、2点、2点選手フルメンバーや。落としチョンテス選手、うん。うお、最悪や。最悪や。フェアにあのボール行こう。あのボール行くしかないんです。すみません、三笠さん、よろしくお願いします。意味が深い。頭も深い。三笠様。もう終わらし？だからお前、終わらへんねんて。お前、蹴らないで右足で入ったからってな、お前。外は入るぞって。右足持ってんだよ。画面ぶせるわ、あいつ。おい、何今、アウトカウント違う。危な。ニア弾丸。トレントニア。ニア弾丸。ストニア行こうとした。いけるわ、じゃあ、本当のストニア。
降ってる。これが本当のストニア。いやお前今右打ったよ。いやいやいや、ストニアや。打ったけどね。打ってないよ。ジャイロボールみたいな。出らせて。ナイスストニア。いやー。俺高校でやった。うわ、俺高校やで。ちなみにまあ、じゃあ決めた方がいい。うん。おい、こっちはよ、お前。はい、よし。うわー、イメージ。イメージ何今。インステップ気味の巻き気味に似合う。どうやって。うわこれやりたかったの。違う。あ、違うんだ。それちょっと、ニューフロント勝った方が正義ですからね。どうやった。いや、なんか軽い気がする、ほんまに。許容範囲の軽さだけど、やっぱこっちの方がなんかずっしりしてる気がする。蹴った感じが。反発性あるの。反発性あるの、びっくりした。え、でもカーブ蹴りやすくない。蹴りやすい。向かい点は逆に俺ちょっとまだ友達になれなかった。ああでも向かい点が蹴れる人が言うことある。俺は結構向かい点友達蹴れるよ。昔のボールとかに比べたらもう全部が安定性増してるからさ、もうどのボールでもいいよ。向かい点蹴りやすいとか、そうだ、カーブ蹴りやすいとかっていう特性が。まあ確かに。でも向かい点になった時はバリブレてたよ。俺アルビフラはあんまフリーキック好きじゃないんだけど、こっちは今蹴りやすかった。え、多分それ今回のワールドカップで多分フリーキックそんな入ってもゴールあんまなかったよ。1、2本だったよね、多分2本ぐらいだったよね。ああ、これは蹴りやすい気がする。それ分かる。うん、なんかフリーキッカーのなんかあれみたいな。うん、分かるでしょ。分かる分かる分かるということで、まあ、101回の回ね、選手権も注目してみてください。はい、楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。正月はあと元旦インカレの決勝、国立であります。新国立であります。行ってください。